皆さんこんにちは、ロシア語の先生です。今日の授業を始めていきましょう。今日は動詞の現在形についてお話ししていきたいと思います。前回の授業では動詞の過去形についてお話ししました。名詞や形容詞のお話はこちらの、文法に関する再生リストをご覧ください。それでは始めていきます。動詞の現在時制の変化は文法などの本をご覧になると書いてあると思うんですけれども、大きく分けて2つの変化の仕方があります。2つとあとは不規則なものたちです。2つと言いましたが、1つ目を第一変化というふうに呼びます。もう1つ目は第二変化という名前がついています。今日は第一変化に関してお話ししていきます。それでは前回も出てきましたけれども、知るという意味のこちらズナーチを例にとって、動詞の現在変化の第一変化のバージョンをご説明していきたいと思います。動詞の過去形は、ズナーチでまたやってみますけれども、男性が動作の主体の場合、女性が動作の主体の場合、中性、複数が動作の主体の場合によって4つのパターン、ル、ラ、ロ、リという語尾をつけることによって、4つの過去形を作ることができました。現在時制は動作の主体が私、君、彼、彼女、それ、私たち、あなた、あなた方、彼ら、それらの6つの変化をしていくことになります。それではズナーチでやってみますね。元の形もう一回いきます。ズナーチ、ズナーチ、はい、動詞の過去形と同じようにこのチ、最後のチを取って変化をさせていきます。私、やーが主語の場合はズナーユ、ズナーユ。君、といが主語の場合はズナイエシ、ズナイエシ。次、彼、彼女、それ、オン、アナ、アノですね。で、代表でオンだけ書いておきますけれども、これが主語の場合はズナイエト、ズナイエト。はい、次、私たち、ムイが主語の場合はズナイエム、ズナイエム。はい、まだ来ますね。あと2つです。次、あなた、あなた方、V が主語の場合はズナイエチ、ズナイエチ。最後、彼ら、それら、アニーが主語の場合はズナイユト、ズナイユト。というふうに6つの変化をしていくことになります。もう一度上から言ってみますね。読みます。ズナーチ、ズナーチ、はい、やの時ズナーユ、ズナーユ。といの時ズナイエシ、ズナイエシ。オンの時ズナイエト、ズナイエト。ムイの時ズナイエム、ズナイエム。ブイの時ズナイエチェ、ズナイエチェ。アニーの時ズナイユト、ズナイユト。はい、こういう風になります。で、語尾だけ見ていきましょう。第一変化は全部だいたいこういう風に変化をしていきます。ユー、イエシ、イエット、イエム、イエチェ、ユート。これをまず覚えましょう。第一変化をする動詞いくつかご紹介していきます。今言いました、知る、ズナーチ、ズナーチ。はい、次、するという動詞です。ジェラチ、ジェラチ。はい、次、遊ぶ、演奏する、あとはスポーツをする、英語のプレイにあたるものです。イグラチ、イグラチ。はい、次、考える、思うという意味です。ドゥーマチ、ドゥーマチ。次、働く、ラボーたち、ラボーたち。次、聞く、スルーシャチ、
するシャツ。次、理解するパニーマーチ、パニーマーチ。次、繰り返すという意味、パフタリアチ、パフタリアチ。次、読む、チタチ、チタチ。次、質問する、スプラシワチ、スプラシワチ。答える、アトヴィチャーチ、アトヴィチャーチ。休憩する、アドゥイハーチ、アドゥイハーチ。勉強する、イズチャーチ、イズチャーチ。散歩する、グリアチ、グリアチ。朝ごはんを食べる、ザーフトラカチ、ザーフトラカチ。お昼ごはんを食べる、アビエダチ、アビエダチ。最後、夕ごはんを食べる、ウージナチ、ウージナチ。はい、とてもたくさん動詞を今ご紹介しましたけれども、今言ったのを全部ここ出してみますね。第一変化をする動詞の特徴として、何々ちの前の文字がアまたはやであることが特徴になります。アチやちで終わっているものは大体第一変化かなと予想することができます。今までお教えした打ち消しのにえとかいろいろありますけれども、これは動詞の前につけます。なので、私知りませんっていうときは、やにえずない、やにえずないということができます。また辞書などご覧になって、いろいろ文章を作ってみたり練習してみたりなどをなさってみてください。それでは今日の授業はこれでおしまいにします。よく復習をしておいてください。また次の授業でお会いいたしましょう。バカー。